まあ、これはこの媒体の特性でもあるけれども、書店売りしていないので、まあ、号によって売れ行きがいいとか悪いとかもないし、まあ、どんなに、好評であろうとどんなに悪評であろうと2年で切れるので、まあ、であとそもそも読まないんであれば好きなようにやってもいいっていう考え方もある。まあ一応努力はもちろん、しますけど、究極的にはやっぱり3万5000人全員読むっていうのはすごい難しい作業だし、で、まあ、そもそも今回は、まあ、最初の号を出して気がついたことの一つとしては、特集が何かすら見ない人がかなりいるなっていうことには気がつきましたね。つまりこの特集タイトルは相当インパクトがあるはずなんですけど、特集が何かっていうことも、見ない、つまり開かない、開かないどころか送られてきた時の袋ありますよね。あの袋は開けないんですよね。で、あの袋がまた微妙にこう開けにくいというか、簡単に開くんならいいんですけど、なんかこう変な引っ張ってもなんかこうまだ残るような袋になっていて、で実は内容を変えるより先にすごいものすごく物理的に、なんか開けなきゃいけないというか、開いてしまうというか、それぐらいの仕掛けがないと実はダメなんじゃないかっていうのはちょっと思いましたね。内容より前にとにかく開けないというなんかアクション、逆に言うと開けさせるですね。まあそれはなんかちょっと一号のまあ反応の話でも言えば、確かにだからそもそも開けない人が結構いるってことに気がついたのは一つですね。あの袋を、この雑誌を開ける前にあの袋を開けないでそのままずっと積みます。自分もそうだし、で、この中のコメントでは上田誠さんの、読者が全員寄稿者だっていうのはすごく、いやそれは確かにそうだなと思ってですね、まあ、これを読んで 2年の間にそれをやろうと思ったこと、企画というか考え方で、まあ、もともと会員の声というか会員が書いてるものですから、でまあ上田さんのやつはどういう形でやるか分かんないんですけども、まあ、過去にもなんかテーマをまあ決めて、例えば都市再生とかそうやってこう論文を募ったことはあると思うんですけども、まあ、そこまでテーマ決めなくてもっと、本当にエッセイに近いものをかなり自由に書けるようなもので、できれば丸々一冊全部それで、できないかなというのはちょっと思ってるんですよね。どういう形で応募するかわからないんですけど、まあ、つまり、まあ、潜在的に書きたい人はいっぱいです。で、まあ、研究論文なんかはまあ他に起業誌だとか各媒体は各種用意されているので、ここではまあむしろまあ、文章を、ある程度、人が読んで社会に向けて開いて面白いものを書ける人っていうのが潜在的に建築学会にどれぐらいいるんだろうっていうのはちょっと関心もあって、まあ、いわゆる新建築だとか10プラス1といった、まあ、建築論系の意匠系のメディアで書いてる人は、まあ、大体どういう人が何を書けるってある程度分かるんですけど、まあ、まさに建築学会が3万5000人もいる、そうではない人が圧倒的に多いわけで、そうではない人の中にも、実は結構文章を書ける人がいるんではないか、あるいは書きたいという人がいるんではないかと思っているので、まあ、それをなんとか、まあ、逆に言うと他の雑誌媒体でもこんなことできないですからね、多分、まあ、ある意味で、全部解放するようなことできないので、まあ、ちょっとそれは、やってみようかなと思ったのは上田さん の, 読者全員寄稿者という文章、これはすごく印象に残りましたね。だから、まあ、まあ、漫画とか入りますからね、そのうち、もうすでに入ってるんですけど、まあ、漫画が学生向きかってよく分かんないですけど、まあ、人っていうインタビューも比較的若い人と、いわゆる、会社の社長ですね、日建建設だとか久米設計だとか、まあ、そういうこういわゆるこうなんだろう、大物と若い人って、まあ、その2つのパターンでこの人のところやっていくので、まあ、特に若い人の時は惑星のメッセージって書いてあるので、まあ、結構
育成が、読めるというか、と思いますね。あと先生 の, あのインタビューですか、あの同人誌を作ってる、あ、そうですね、それだけあれ向きが違う、ね、あ、そうですね、あれはだから雑誌の中にあのオルタナティブメディア、違う雑誌があの組み込まれているということを表現するためなんですね。ただ号によって変わる可能性あるんですけども、まあ、要するに、このページ自体が、まあ、建築系のフリーペーパーとかタブロイド紙とかを、まあ、作る動きが、まあ、いくつかあるので、まあ、そう言われると学生がやっている活動を紹介すると、で、まあ、今までにも学生の活動を紹介するものは、過去にも企画はあったんですけど、これはまあむしろ、その学生がやってるなんかメディアそのものが学会誌に割り込んできたっていうような、体裁を取ってるんですね。ですから、この組み方を変えたりで、特に、この1号の時はすごくちょっとさらにイレギュラーに、本当はこれ連載としてこっちの枠に来るんですよね、こっちの、これ連載って。でただ、これを特集やった時に、まあ、結果的にこの号の、ラウンドアバウトジャーナルというあの藤村隆二君とかがやってる、ところに、1回もお願いしたら僕のインタビューしたいって言ったんで、結果的に、まあ、今僕が喋ってるのと同じような話ですけども、まあ、この編集委員長としてどういうふうにしたいかみたいな話をここでインタビューされてるんで、じゃあ、まあ、この内容を特集と大体あの関係あるというか、まあ、あのこの特集がなくても大体、2年の最初の時には編集委員長が何か書くんですよね、通常で。考えてみたらそのページあのまだ作ってなくて、じゃあこれがあのここに割り込めばいいんじゃないかということで、本来、まあ、ただ事後以降は多分後ろに来ると思うんですけど、この号に限ってはこの建築雑誌ジャックっていうのがこうまさに割り込むような形でして、でこのデザインをやっている松田幸正さんにも、何か割り込んでいるっていうふうに目次表現してってお願いしたんで、こうやって斜めにあの入り込んでいるっていう形をとってますね。で、まあそうですね、さっき言った藤村隆二君も、まあ、今回委員会にいますけど、まあ、彼もまさに、僕らが買ってやったように同人的な雑誌というかペーパーを自分たちで発行してるんですよね。で、まあ、結構若手の核になっていて、まあ、いわゆるこうオルタナティブメディアですね。つまりあの学会誌でもないし商業誌でもなくて、まあ、ただで、フリーペーパーとしてタブロイドで配るようなオルタナティブメディアをやっていて、で、まあ、その一番なんか元気な核になる人が実はこの編集委員会に若い人で入っているので、面白いのは、まあ、120年の歴史のある、最もある意味ではオーソドックスで、まあ、保守的でコンサバになってもおかしくない建築雑誌の中にすでにオルタナティブメディアをやっている人を直接こう関わっているっていうか埋め込まれているっていう非常にこうねじれた状況が今起きていて、一方で、まあ、ここ数年次々と、建築雑誌がどんどん休刊になったり廃刊になったり、まあ、テンプラサームももう終わってしまいますし、そういう、こう建築雑誌が次々なくなっていく中で、ある意味では一番先端的なオルタナティブメディアが建築雑誌とこうねじれてつながっているというのは面白い状況になるんではないかというふうに考えていますけど、ね、だからそこはまあ学生も関心を持つと思いますけど、ポスドク問題とかそういうのはここでも取り上げますから、まあ、多分建築家が食えるかどうかっていうのは多分日経アクテクチャーも結構すごいそれに近い記事は やってると思うので、僕らでやってもいいし考えてもいいんですけど、まあ、他のところで やってることは やなくてこっちにできることだったら多分ポスドク問題とかだったら、要するにせっかく研究者として上に上がってんだけども、高学歴フリーターみたいな状態になっているポスドク問題は、これはまあ多分日経アクテクチャーでも新建築でも取り上げない学会誌ならではだし、で結構やっぱタブーになっているというか、まあ朝日新聞なんかも
キャンあの記事にしてますけどね、理科系の工学そういうポスドク問題なんか。でも建築学科はもちろんあのそういう大量に陰性取っておきながら、博士課程取っておきながら、それがみんなじゃあ就職できるかっていうとできないっていうのは、なんか結構状況としてきついものがありますよね。まあ、それについてあの当事者ポスドクの人がメンバーにいるんで、その人が担当でやるんですけども、それも結構建築の業界というか学会にとっての未来にとっても意味あの問題というか、あのとりあえずは、まあ、こういう状況を、まあ、可視化するというかね、それで解決策がここで出るっていうもんではないと思うんですけど、あのみんな薄々と思っていることですね。3月号だとレム・コールハース以降の建築理論なんですよ。で、建築理論、建築論、建築批評の特集は過去にもあったと思うんですけど、固有名詞での多分初めてだと思います。あのレム・コールハース以降っていう、これはかなり、珍しいというか、特集タイトル、あの建築雑誌としてはねもやっていきますし、あとまあそうですね、割と建築教育にやっぱりみんな関心があるので、大学の先生が多いので、な2回ぐらいは多分建築教育や設計教育についての特集をやると思いますし、まあそれは建築雑誌を読んでる人に、大学関係者はやっぱそれなりに多いと思いますし、あのさっき言ったやっぱり他の雑誌との関係すごい考えるんですよね。つまり、まあ、日記アーキテクチャがやるようなことだったら、やらなくてもいいかなと思うので、かぶらなく、そうすると建築教育や設計教育は、まあ、あの他の雑誌ではそれほどやらないはずだから、まあ、ここにはきっと意味があるだろうって考えるんですよね。で逆に言うと、そういう意味で言うと10プラス1がなくなるので、実は10プラス1的なこう内容が入ってくるんですよ。例えば批判的工学主義っていう、まあ、コンセプト概念を、提唱している若手の、さっき言った藤村さんたちのグループがいて、これまあ本来多分10プラス1の特集に入るべき、あの内容だと思うんですけど、まあ、10プラス1は今ないの で、 あので今回第一特集第二特集って2つに割ってるんですよね。今までは 大特集主義で1号1特集だったのを、まあ、2つに割って、割とこう、取っかかりを増やすと、1号に1つ特集だと、まあ、自分の興味があるのが10回に1回しか回ってこないとすれば、まあ、2つに特集割れば、5回に1回ぐらいは回るかもしれないとか、まあ、あのそういうのを考え、そうすると、まあ、第2特集の方は少しページが少ないので、やや、またさらにちょっと変わったことができるので、そちらの方で例えばその批判的工学主義っていう、まあ、概念についてまあ考える、特集を組むと。でこれは、今一時的に日本でなくなってしまっている、結構理論系の、テンプラス1のような、コンテンツになると。で、まあ、2年間の間はそうやって、今の建築雑誌がまあ、いくつか休刊している急場をしのぐっていうのも役割だと思ってるんですよね。でその2年の間に、他に新しい建築雑誌が新しい、芽が出て育ち始めたら、まあ、バトンタッチできるかなとは思っていますね。で、まあ、そういう感じですかね。まあ、もともとはだから、とにかくこの建築雑誌は必要かっていう、これタイトル自体多分自分の知る限り普通の雑誌が自分の雑誌の存在意義を疑ったっていうのは聞いたことがないので、これ多分あらゆる雑誌から見ても相当ラディカルなことやってると思うんですけど、普通にあのスタジオボイスでもいいし、どんな雑誌でも自分の雑誌が必要かってないと思うんですよね。まあ、声で配信する、今だったらポッドキャストで、あの音で配信するような建築系のメディアも、なんかそれだったらあんまりこう手間暇かけずに、で絵もないし、結構できるんじゃないかなって実はちょっと思ってるんですけどね。まあ、これは建築雑誌と関係ないかもしれないんですけど、次の建築メディアの姿として、その、まあ、語り中心にして、まあ、あのそこにある馬場正三さんのあれなんかもテープで、カセットテープで、やってますけども、割と、まあ、今だったら多分ポッドキャストで、その、まあ、毎回なんか
毎回かどう配信するか分からないですけど、まあ、多分それだったら学生なんかもダウンロードして聞くんじゃないかなと思うので、ちょっと可能性としてはなんか今関心持ってるんですけどね。でもただ単純にこう長いトークでもいい、ありだと思ってるんですよね。いや例えば建築雑誌でいろんな人インタビューとか行くと、せっかく藤本さんも3時間ぐらいインタビュー行ったらしいんですけど、その相当見開き2ページは切っちゃいますから、そのまあ3時間あったんだったら30分ずつぐらい、5、6回ぐらいにこれに収録しきれない分を配信するとかって、これぐらいのことだったら、まあそのこういう企画に付随してだってできると思うんですよね。